宿男が乗ってたと渋谷と牛と富士と夢丸と動画を見てる皆さんは知らないと思いますが、僕らはラッパ大人数いると同時に喋っちゃうことがある。何ラッパってじゃあこうやってね、なんか言ってくれるのはありがたいんですけど、何人かが同時の事故と言うと被って何言ってるか分かんなくなっちゃうわけですよ。そういうところは編集で切ってるんで皆さんは知らないと思いますが、めちゃくちゃ多いです。今後ね、大人数で喋るいろんな動画があると思うので、そのためにちょっとそこを改善しなきゃいけないということで、今回はあるテーマで真剣に議論をしてて、その最中に発言がこう被ってしまったら、同時に喋ってしまったらアウトってことで、3回アウトになった被ってしまった人たちは罰として24時間二人三脚でございます。怖い、無理、本当にやだ。3番目だけ、3番目だけ、1回目2回目は攻められるだけ。そう、今リョウが喋ってないのが例えばって言おうとして、たとってなっちゃったね。これもアウトで終わる時って説明した。終わるのは、まあ、3回被るまで終わらん。じゃあそれを言うとなんで、その時点で動画を知ってました。あーそうか、それこれそうか、その動画めっちゃ罰ゲームのことしかないからこの動画はその3回目被った瞬間に終わります。でもそういう何かをした瞬間に終わる系の動画って残りの時間で分かっちゃうじゃないですか。なので今回は終わっても10分まで絶対に動画を、伸ばします。後ろに黒色を入れます。俺らが失敗したら黒色を見ててください。まあ、それのおかげでね、皆さんもどこで終わるか分からないっていう風になるので、はい、で、その議題ちょっと道めがいさんが今日あるそうなんで、めちゃくちゃ有名なお題なので、もう中学校とかでやった人いるかもしれないですけど、思い出を残すなら動画かそれとも写真か、どっちがいいかっていう感じです。ほー、あんまり喋らない人とか出てくると、そう、それはよくない。あ、ええそうね。それではかぶり禁止24時間二人三脚をかけた、思い出を残すなら写真か動画どっちがいいかディベート。やっぱり動画ってのは写真の連続なんで、情報量が段違いなわけですよ。やっぱり何があってどんな人がいてっていうのが、その動画を見るだけで完全に再現できる。これが動画のいいところではないでしょうか。あれ動画は、あ、失礼いたしました。チームを間違えておりました。普通にそっちのミス、これミス1。マジか。今のは普通にただのポンコツなんで罰ではないです。あ、わかりました。ただのポンコツなんで。ビデオだとずーっとこう撮られてるんで、こう気を抜いてる瞬間とかがあって、うん、自分の 100% のあれなんですね、力が。今どっち？今さ、かぶったよね、確かに。確かにかぶったよ。でも、100% 芝居が悪かったよね、え、俺会話終わったと思っ、え、終わったよね。続いてて、続いてた。あ、続いてた、うん、長い長い長い。あと2回ミスったら、その瞬間に動画終わるから、終わり。例えばカリブラとさ、アメリカ縦断したじゃん。めっちゃ思い出残っていつでも振り返るけどさ、もう本当に事細かく何でも思い出せるじゃん。で、動画すごいね。気づいたら全員見てんだよな、なんか。あいつ喋るぞみたいな気持ちでビデオカメラと、まあ普通の写真撮るカメラだと値段の差がすごいあって、インスタントカメラも写真で撮って、こっちの方はもう何枚出さないと撮れないと。でもまあ今携帯で撮れるから、まあどっちがいいかっていうのはね、もうちょっと分かんなくなっちゃったけど、僕はね、思うのはインスタントカメラあるから写真の方がいいんじゃないかなと。様子伺うね、みんな。ツッコミめっちゃ遅いしね。ツッコミってかぶりやすいもんね。そう。でもちゃ。まさにこれが見たかった。そう、俺言わねえと思ったんだよ今、俺。まあこの議論はここまでにして、次のお題です。勉強とスポーツ。子供のうちにやっておくならどっちが大事ですか。最初はグーチョキポイ。スポーツ。勉強っていうのはですね、本当に頭を良くするっていうのも大事ですけど、いかにテストを効率よくくぐり抜けるか、課題をいかに効率よく出すかっていうのも試されるわけですよ。宿題とか課題ほど友達と助け合ったり要領よく生きることを思い出すことはないと思いますので、礼儀とかじゃなくて世渡り上手を磨くとしたら勉強の方がいいんじゃないかなと思いますね。本当に徹夜は陸上をやってきて、先生にめちゃめちゃ怒られながら、その世渡り上手になってきたじゃんか。それで今、こうやってやってるわけじゃん。じゃんけんで負けたもん。だって、